ボーヨコインに行くと、倒れている人がいたわ。クリフトって人、イケメンなのね。薬を探しに氷の洞窟に来たけど、他にも薬探してる人がいたねん。恋がたきやねん。コイン行きはいや、左上のな。ここででももう探索終わりじゃない？大丈夫じゃない？この間とか、あ、この階段って何なんやろ？若干気にはなるけど、ほら、なんか落ちれそうやしさ、その辺とか。外れかな？ただの。ただの外れ臭いな。ただの外れじゃねえか。じゃあ私は割と普通にスムーズに行けたわけやな。イエイ、オッケー。もう赤い嫌や、この赤い字恋。アリーナさんたちどこ行ったん？あれ？え、これ取るけど。不思議な木の実、テクヨちゃんちょっと使いましょう。MP5、いいやん、割と多いよ。私たちの普通のその扉で。開いた！牢屋の鍵とかより全然弱そうに見えるんやけどな。安らぎのローブ。出す。ミネアちゃんで。毛皮のコートよりは良さそうよな。あ、いいやん。いいやん、いいやん。毛皮のコート一応置いとこう、アリーナのために。で、もう一個宝あったやろ？それを取ったらもういいんちゃうかなと私は思うのですが、ここら辺慎重にちょっと歩いていこう。800円いいやん。お、いいやん。じゃあこれでリレミトでいいかな。ルーラで。それった。とりあえずトルネコちゃんよみがえらせよ。祝いのメロディー。王様、種ありますいる？おお、うわぁ、それはござんまさしく、パデキアの種、ついについに、さあさあその種を早くこの畑に、大丈夫パデキア、マジで燃やし的な感じ？ホフマンはパデキアの種を畑に植えた。えらい、なんか初めての SE じゃない？可愛らしい SE が。パデキアが芽を出した。ありがとう、これでこの国は救われた。さあさあその他パデキアのね、ラッキー。トゥルトゥトゥン。あざます。ルーラでちゃんとミントス戻って、でクリフト、あー会いたかったクリフトよ。あ、おるやん。まあ、あなたたちがパデキアの根っこを言ってもなかったからもうダメって戻ってきたのに本当嬉しいわ。さあ早くそのパデキアをクリフトに。リオ飲むかい、パデキア。ごめんごめん、渡さなあかんな。はい、パデキアの根っこをすりつぶしクリフトに飲ました。ここで恋が生まれることも。なんその SE。 クリフトの顔色が良くなり、クリフトは回復した。クリフト言い過ぎやね。クリフトクリフト言い過ぎ。うん、あ、姫様よかった、気がついたのね。クリフト、お恥ずかしい。姫様を守るべき私がこのようなありさまだったとは。いいのよ、クリフト。ディスピサロを探す旅を続けましょう、イケメン。ホフマン。え、テクヨも、ホフマンが喋ったのにさ、テクヨもディスピサロ？以前、勇者の娘の、勇者の住む村がディスピサロに細々られたそうです。もしや、テクヨ殿が。まあ、そうだったの。じゃあ、一緒に探しましょう。旅は多い方が、っていうか、ブライ一緒に今おるもんな。お、あとライアンだけになった。ライアンはでも一緒におらへんかったんやな。一足先に外へ出て馬車に乗り込んだ。イエーイ。お待ちください。悪いと思ってたのですが、立ち聞きをしていました。なんやで？テクヨ様が世界を救ってくれる勇者さん。え、これスパイとかじゃない？大丈夫？以前この宿に泊まったライアンというものが勇者様を探していたのです。あ、全然いい人やった。確かライアンの、キングレオ。遥か西のキングレオ。ほー、だいぶそれでつながってきたね。ちょ、待って。アリーナの道具見ていい？ちょ、キングレオ行く前にさ、サラン行きたいんやけど。え、なになに？
親父の突然ですか皆さん、私もいずれは親父の後を継いで宿屋をやるつもりでました。ヒルタン老人の元で修行して夢を叶えたいと思います。元気でなパトリシア、さよなら皆さん、ご無事をお祈りしています。ホフマン今までありがとう。ホフマンのおかげで旅はだいぶ、ちょっと今3人しかおらへんから、ここにとりあえずクリフトをまでまでしましょう。ん？いや、私ホフマン、ホフマンおった、ここにおった。私の仕事ぶりを見てくださいね。こんにちは、旅人の宿にようこそ。この案内がホフマンの仕事っぷり。宿屋泊まりに来たらホフマン働いてたわ。はい、ということで、すみません、ちょっと数分飛んでたね、映像飛んでたね、すみませんでした。なんで急に録画止まったんやろ、理由は分かれへんけど、はい、ということで録画が止まったことに気づいて、ちょっと収録日を改めたので日が空きました。挨拶しましょう、ピッチピッチでだよ。私は、サランに行きたい。サランに。ってことは、じゃあルーラで一回、エンドールに飛ぼう。エンドールからやったら大体、場所がわかる。あ、そうや。それで、トヘロスかけよう。どう？トヘロスかけるとかプロっぽくない？で、ここがエンドールで、エンドールから、しびれクラゲや！なんかしびれてもたけど、しびれクラゲおるんや。え、これ大丈夫？なんか全滅しそうで怖いんやけど、しびれましたみたいなんで、あるやろそういうの。逃がしてや。どーん、オッケー。ふう、で、あれ、いえ、えい、海の敵って戦ったんだっけ。とりあえずさ、まだしびれてたんやけど、愛してるので呪文を唱えられない。マジで満月草とか持っとったっけ。ああ持ってる。じゃあとりあえずミニアちゃんに、なんなー、じゃあトルネコさんに使ってもらうわ。道具でトルネコで、満月草で使うで、ミニアちゃんで、オッケーオッケーで、呪文でミニアちゃんのキアリクで、オッケー。で、あ、ここがあれで、あの旅の扉のとこで、で、ここが砂漠のバザーやろ、ぬらへんやろ。砂漠のバザー寄ってもええんやけどな。で、ここが東大元暮らしのとこやろ、トヘロスの効果がなくなった、東大というかあれな、あのエルフがおったとこ。突撃よ、突撃魚。すごい頭が、頭テカテカなんやけど、あんま強くない。なんかカツオみたいな、カツオの叩きは全然大丈夫やった。イエイ、弱い弱い。お、誰、パチ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 、テックユッちゃん、ええやないの。何が上がります？結構上がりますね。私はサランに行きたいんですけど、で、ここが塔やから、で、この、ここや！オッケー。じゃ、サラン行って、なんかすごい強くなってない？狩猟の使いってこんなんやっけ？えらいこの辺モンスター強くなってへん？え？急にどないしたん？ルカにやめて。ガンガン行こうぜとかにした方が良かったかな。
あーサンキュークリフト、一回作戦でガンガン行こうぜにするか。これでちょい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 意外と強いよ。おーい、お寝たん結局。おーい、AI さすがガンガン行こうぜ。狩猟の使い、すごい、なんか、すごいなんか人間らしさがあるんやけど。その辺のなんかキングレオとかさ、何だっけ、あのザ、バルザックとかよりも、だいぶ人間らしかったんやけど。お、みんな、おめでとうやで、トルネコさん。力酸素ベータ2215。強なってる。うわー、イサランや。私はここのドアをね、どうしても開けたかった。ここ。鍵が合わない。あれ？これさ、あれ、盗賊の鍵で無理やっけ？あれ、違うっけ？この柄じゃなかったっけ？あっこの看板が読みたくてたまらへんねんけど、あれ違うっけ？止めて。なんかさっき、すごいボコボコになったからさ、ちゃうかったわ。あれ？こっちか、東横イン。看板出してや、ちゃんと。10円安いな。と、お、横いいんだよ。せっかくやからさ、ちょっと里帰りする？ここ。サントハイム。音楽ちゃんとあるやん。え、でも誰もおらへん。ちょっと待って、右上何？スラリンと猫がなんか密会してるんやけど。なんで音楽なく、ついたん、ちゃんと。ミステリードール。何これ、なんか、儀式で使うやつ。ってか、なんで敵出てきてる。メダパニ。ミステリードール。あんま強くない？よかった。なんで？あ、この左の王様の部屋が盗賊の鍵な。まだかすごい楽しみにしとったのに。てか、あのスラリンと猫のあの密会、これ何？何事？僕はレイスライムじゃないよ。友達の猫のみーちゃんが心配で会いに来たんだよ。みーちゃんが言うには、サントハイムの王様には不思議な力があったんで。だって、ほう。王様に詳しい人が隣町のサラリンにいるから聞いてごらんって言ってるよ。誰？マーロニーちゃん？マロニーちゃんかな。なんか敵つ、あ、ここの宝も欲しいな。とりあえずじゃあマロニーちゃんに話しかけに行こう。なんでミステリードールとか出てきたんやろ。完全に呪われているじゃないか。トゥルルルルントゥントゥルトゥーン。なんか話変わってる。私はブランカの国より参った旅のアマでございます。彼女ブランカではキルコリーの若者に恋をした天女がいたとか、天女とは天空を住みかとする女。しかし天空に人など住んでいるのでしょうか。これから行かなあかんような天空の鎧とか。任されよ。このシスターを慰めてやりたいけどよ。どうしたの、なんかシスター落ち込んでる。俺は口下手だし、マロニみたいに歌もうまくね、やるせないぜ。歌うまいからってさ、落ち込んでる時に歌で励まされても別にそんなときめかんやな。しくしく、あの優しい王様も、サントハイムの人たちも、今はもういないのですね。死んだように言うんやめてくれへん、そう、死亡フラグ的な。あ、そう、あの看板がすごい読みとうございます。で、マロニーちゃんに声かけとこう。マロニーちゃん。私は詩人のマロニです。青い空と、流れる雲たち、ラララララ。そういえば、アリーナ姫様は人々の消えた原因を探るため、デスピサロというイケメンを追っているとか、ラララララ。あれ、別にこの人じゃないんかな、詳しい人。デスピサロね。まあ、ラゴちゃんとかクリフトの方が、イケメンやと思うんですけど、この人かな、このじいちゃんかな。サントハイムの後ろには魔物たちが住み着き出しました。恐ろしいことで。あ、住んどった。いっぱいじゃない、ミステリードール一匹住んどった。ここはサラン、かつてサントハイムの城下町でした。今ちゃん、あれ詳しい人ってあの人じゃないんかな。あー、大した武器ないわ。まあ言うてそんな時代も経ってへんもんな。あの人でいいんか。
魔物が住み着き始めましたっていう、そういう感じ。あ、この2階におる人かな、宿屋さんの。ちょ、行ってみよう。あ、ぽいぽい。私は昔、あ、ぽいぽい、サンドハイムに仕えていた戦士です。王様は夢の次を城の皆に伝えようとしたのです。残念ながらその朝、私は用事でお城を出てしまったのですが、地獄の帝王について王様より話があるらしいと大臣が申していました。地獄の帝王。でも結局ね、なんか連れ去られたかなんかでおらんようになったしな。どうしような。まあ、順当に、どこやっけ？あ、サントハイムちゃんと登録されたね。ミントその、はるか西のキングレオって言っとったから普通に行くか。とりあえず。はるか西か。いえ、え、オッケー。あ、トルネコさんじゃないな、アリーナか。あ、アリーナか。そっか、馬車か、馬車か。馬車の中もバッチリね。いいよねー。さ、あ、よしよし。さーてと。いえ、え、オッケー。ちょっと一回マップ確認しよう。はるか西が、キングレオのある大陸やろ。あれはどこにあるんやろうな。あの、バドラント。高田の地図。これ取りに行ってもいいんやけどな。ライアン仲間にしたらミートスからぐるっと回ってみる。あ、そのまんま左の、あの、アフリカ大陸らへん。あの辺に、なるほどね。オッケー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 。この下は？下がバドランドとかかな。バドランドだけなんかこう、独立した島なんかな。まあ、全体的に独立はしてるといえども。いや、この何もちょっと変わらない風景が皆さん続きますが、色変わった。ちょっと青をちょっとね、眺めて目を安らいでくださいな。日頃のね、仕事疲れの目とか、ドライアイとか、わー暗くなってきた。かわいい殺人絵、マンタや。かわいい、ちょっと私さ、道具使っていい？覇者の剣。いいやん。これトルネコちゃんも、使ってくれると、あ、最高。素晴らしい。いいよ、いいよ。殺人鋭を倒した。殺される前にこっちがしてやったぜ。で、適度なところで一回こうマップを開いてみるっていうのが、ちょっと冒険の楽しみ方じゃない？いいやん。ただこれ出るのがちょっと遅いよな。あ、だいぶ大陸に来たで。もうそろそろ大陸、あ。ええやん、この辺上の方から行ったらさ、あっこがあるんじゃない？ハバリア。ハバリアから行こう。あ、お告げ所も行こうよ。ここハバリアやな。港町ハバリア。ちょうど昼に来れたからよかった。おひさ、ここは港町ハバリア。ヘンドル行きの船が出る町だ。しかしこの前の船を、あ、セリフ変わってない。ジルちゃんとかまだおるんかな。まだ準備中なんですいませんね。この子ジルちゃんやろ。私はジル、早くから会いに来てくれてありがとう。でも夜からなのごめんね。へーいへーい。あんまり時だは経ってへんもんな、言うて。そんなになんか、こう、目新しいことは、ないんかな。この人、ジルちゃんに惚れとる人じゃない？オラの兄さんを振った、あ兄弟がおる。おなごに会いに来ただよ。兄さんの良さを教えてやんねば。そういうさ、ことしたら、ちょっと余計なんかこう、重たいって思って。嫌われるんやで。ちゃんとうまいこと恋愛していくな。ここ道具屋さん、武器屋さんやろ。魔法の鍵だと？あ、え？そんなものがこの世の中にある？え？俺の店では売ってないけどよ。噂では錬金術師なら簡単に魔法の鍵を作れたらしいぜ。そういや、昔、港の南の小水村に錬金術師。え、でも、オーリーウェイは、あれやし。まだおるってことかな。ちのじいちゃんとはどこに行ったのかしら。まだ探しとん。だいぶあれから月日経ったと思うんやけど、ちゃんと探してあげて、もっと。もっとちょっと真面目に探してあげて。
うん、懐かしいの。そうだの。あ、コーン水村ね。オッケーオッケー。キングレオから立ち寄って、行かなあかんとこいっぱい。ここ武器や防具屋やろ。で、ここ牢屋やろ。あー、おるな。キングレオのバルザク王の後ろの影の支配者がいるほど。そうだ。噂では人間ではないんだと。キングレオじゃないそれ。このことをライアンって戦士に話したら慌てて出て行ったよ。キングレオを倒したやろ。どうしとんやろ。海辺のお告げじゃまだあるのだろうか。え、なくなることあるん。うおーん、うおーんの。ベロベロマン。うおーん、うおーん。やれやれ、また面会か。最近は囚人たちに会いに来るやつが多いな。一緒やと思うんやけど、あのミニアちゃんなんですけど。他にもいっぱいおるんかな。この人話しかけたよ。もう連絡線出てない。そんな悲しい言い方。言うてなー、なんか見新しいもんがなー。装備もちゃんとある程度揃えましたので、ここが船やろ。あ、立ち木になってる。ジプシーの姉妹が船がで逃げたため、王様の取り締まりがさらに厳しくなったのだ。もはやこの港から船が出ていくことはあるまい。え、怖っ、それ大丈夫かな。ちょっとセーブ。まあ、言うて別に、あれやもんな。全滅したら全滅したで。あ、でもここでセーブ。あー、でもあれか。ルーラーで飛べるから別にどこでもいいや。お告げ場行きましょう。お告げ場。こっちに行って、あ、これ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 、これです、お告げ場。トエロスの効果がなくなった。なんかちゃうこと言うてくれるんかな。ここはお告げ所。神のお告げが下る聖なる祠。バドランドのライアンが勇者を探し求めてやってきたのです。神の示された勇者の姿をライアンに伝えておきました。光が一段と輝きましています。やがて出会いの時が来るでしょう。ピチピチギャルやってちゃんと伝えてくれとんやったら大丈夫やと思うんやけど。よし、じゃあキングレオ、今、思いっきり見えとったし行くか。資料の騎士ブルネーク。敵が強くなってる。覇者の剣使うか。集中狙いで倒した方が良かったかな。ラリフォーマー効かなかった。資料の騎士意外と強いんだな。ブルネーク、あ、ブルネークそんな強くない。じゃあ普通に殴る。資料の騎士早くやっつけときたいな。オッケー。ちょい。資料の騎士効かなかった。あ、ガンガン行こうぜなとか、ちょっと呪文節約の方がいいな。使うなまで行くとちょっと、極端すぎる気がするから。え、まあまあ君たちそんなに興奮しないでください。トルネコにな、せっかくやったら倒した方がいいから経験値。あ、ブライさん、おめでとうじっちゃん。トルネコさんなんかいろんなことするな。ゲーコマー。さあキングレオここやろ。近いもんや。あ、マロニーちゃんみたいな人。ああの鍵な、オーリンやったらこじ開けとったのにな。僕はほ、え、ホイミンという旅のものです。どうかお城の中のライア様をお助けください。なんで王の鍵があれば島飲み込めるはず。福祉北の港町ハバリアで何かわかるかも。あ、今どれもそっか、無理なんか。ここは偉大なるお城キングレオだ。怪しい、まれたくなかったら早々に立ち去るがよい。っていうかどういうことなん、ホイミンって。人間になれたん、名前そのままなん。人間なん、ホイミンのままの方がよかった。とりあえずコンミズ村行こう。オッケー。で、もうちょいで、あ、コウミズ村か。で、ここか。コウミズの前がモンバーバラやもんな。モンバーバラに立ち寄ってもいいかな。あ、止めてや。エドガンさんのせやで。この村のあたと、よー、最高。
いや、いい人やわ。私は旅の商人です。この間までサントハイムの国で砂漠のバザーを開いていたのですが、バザーも終わってこれから港のモンバーバラに、南のモンバーバラに行く途中です。さて、皆さんが見えたからしょ、あはは。強っ。バトルアックス欲しいな。鋼の鎧って結局誰も持ってないだけ。あ、一回これで、テクヨちゃん鋼の鎧じゃないよな、今。鉄の鎧。買っちゃう。買っちゃって装備しちゃう。びっくりした。そんな強いみたいな。おう、5ね。オッケー。で、道具で、鉄の鎧を、切れそうな人。あ、来とうか。アリーナとりあえず持っといてもらう。アリーナって装備できる？あ、無理か。ちょっとライアーのために置いといてもいいかもしれへんな。ただ打って、鉄仮面とかも良さそうやしな。無理やな、鋼の鎧。あと1個買えるけど。三河氏の服、バトルアックス欲しいな。貯めるか。オッケー、こう水村で帰るね。オッケー。錬金術師のエドガンさんは進化の秘宝を消し去ろうとした、して殺されたんだ。進化ってのは猿が人に進化したとかいうあれだろ。でも人がこれ以上進化したらどうなるんだろう。頭が大きくなるんやろ。脳が大きくなって、でなんか体ちっちゃくなってみたいな。無駄の中でスライムを見てんのよ。犬のペスタ、そんな名前な、パスタみたいな。そいつを探して吠えてるんだから。やめてあげてや。夜になったらおるはずやけど。道具屋さんはそんなあれやろ。まあいいわ。トゥルルル。あ、犬。ヤッホー、久しぶり。パスタ、ペスタ、おじいちゃん。おやおや、犬のペスタに懐かれなさったか。それともあんたらスライムの匂いでもするのかの。最近スライムの話はした、したのはした。お墓参りしてこい、久しぶりに。いいの、めっちゃ家まで入ってきたやけど。相変わらず何もない。あ、おる。昼でもおる。あれ、前夜しかおらんくなかった。いじめないでくれよ。僕は悪いスライムじゃないよ。あ、そうだ、エドガンさんはここ以外にも秘密の研究所持ってたよ。西の洞窟の中。あ、そうなん。あ、そうなん。まさかスライムに襲わるとは。西の洞窟の中。ミネアちゃん、来てたんでよかったね。魔法の鍵？エドガーさんの弟子のモーリーさんがそんなもの、あ、箱まで行かなあかんのか。なんであの時にくれへんかったん。ブラー、ここはゴーミズ村だよ。こりゃ、確かあなた、エドガーさんの娘さん、そうか、帰ってきただが。エド、これは、ミネアちゃんを連れてるからこういう会話になってるのかな。なるほど。とりあえず西の洞窟行くか。